マンヌカレーニナトルストイ前回の続きからです世の中のことは何もかも悪だ穢らわしいというあの兄の言葉が本当なのじゃあるまいか我々がにくら兄のことをさばいているのは さばいいていたのはどうも公平じゃなさそうだ。もちろん兄が破れた毛皮街灯を着て酔っ払ったところを見たプロコーフィーの見地からすれば兄は軽蔑すべき人間に違いない。しかし俺は別のニコライ兄を知っている。俺はあの兄の心を知っている。自分があの兄と似ていることを知っている。 ところが俺は兄を探しに行こうともしないで食事に行ったりこんなところへ来たりしている。両敏は街灯のそばへ行って財布にしまっておいた兄の書書きを読み土町御者を呼んだ兄の住居まで行く長い道中彼は兄ニコライの障害中自分の知っている。 ままざざな出来事をわざわざと思い起こした兄は大学在籍中も卒業後の1年間も友達に笑われるのを意に返しないで修道僧のような生活を送り吾行も精進もすべて宗教上のしきたりを厳重に守り一切の狂楽とに諸職を避けていたものである」。 それを彼は思い出した。ところがその後彼は急に鎖が切れたかのようにこの上もない忌まわしい連中に接近し思い切ってでたらめな優等生活へ飛び込んだそれからさらにある少年に関する事件をも想起した彼はその少年を教育の目的で田舎から連れてきたが 憤怒の発作に駆られてめちゃめちゃに調着し少年を不具にした角で裁判沙汰にまでなったのであるそれからあるイカ様ま賭博士との事件を思い出した兄はその男にトランプで負けて手形を渡したがその後帰って自分の方から訴訟を起こしてその男は自分をだましたのだと証明しようとした また彼が暴行の角で留置場で一夜を過ごしたことも思い出されたさらにニコライ兄がコズヌイシェフを相手取って起こした恥さらしな訴訟事件これはコズヌイシェフが母の遺産の分け前をすっかり払わなかったというのである最後の事件は彼が西部地方へ就職に行った時 上役の者のを殴出したため起訴されたことであるそれらはすべて実に忌まわしいことであったがしかし凌敏の目からはニコライを知らずその過去を知らずその心を知らない人たちの目に映りそうなほどさして忌まわしいこととも思わなかった凌敏は覚えているまだニコライが敬験な修道僧で精進 教会の近郊に没頭していた自分彼が修行の中に己の情熱的な天性に対する助けと正義を求めていた自分には誰一人として彼を支持しなかったのみか誰も彼もが両敏自身までが彼を笑っていたくらいであるみんなは彼を笑いノアと呼び坊さんと呼んでいた ところが彼が鎖を切って話した時には誰一人助けようとするものがなく一度恐怖と嫌悪の念を抱きながら表を背けてしまったのである。両敏は直覚した兄ニコライはその終わる極まる生活ぶりにもかかわらず心の中では心の奥の最も深いところでは。 彼は部別している人々よりも間違ってはいないのだ。彼が制御しきれない性格と何かに圧迫された知性を持って生まれたということは何も彼自身の罪ではない。彼は常によく人足らんとをしていたのである。何もかも言ってしまおう。また兄にもすっかり言わせよう。そして俺が兄を愛していること。 したがって理解していることを見せてやろう十時過ぎにところがきに示してある宿屋へ乗りつけながら両ょは自分で自分にう決心した2階の12号と13号の部屋ですと玄関番は両ょの問いに答えていった「いるかね?」。 きっっといらししゃるでしょう「12号の戸は半開きになっていてそこから差している一筋の光の中に弱い安煙の煙がもうもうと流れ出し両敏の聞き慣れぬ人声が聞こえた」しかし両敏はすぐ兄がそこにいることを知った「兄の軽い咳払いが聞こえたのである」 彼が戸の中へ入った時聞き慣れぬ声はこう言っていた「一切はいかに合理的かつ意識的に事を処理するか」という点にかかっているのだコンスタンティン・リョービンは戸の中を覗いてみたと話をしているのは髪を大きな帽子のようにいただいて袖なし街灯を着た青年であった。 長い子の上には袖も襟もない毛織の服を着た薄ばたの女が腰掛けていた兄の姿は見えなかった何という縁もゆかりもない他人の中に兄は住んでいるのだろうと思うと劉備は心臓の縮むような思いであった誰も彼の入ってきたのに気がつくものがなかったので劉備は オーバーシューズを脱ぎながら袖なし街灯の男の言うことに耳を傾けていた彼が話しているのは何かの事業のことであった「ふん、そんなやつらクソくらいだ特権階級の連中なんか」と咳をしながら言ったのは兄の声であった「晩社夜食に何かこしらえておくれ」 そして酒も残っていたら頼むよもしなかったら買いにやれ女は立ち上がって仕切り板の外へ出ると龍瓶を見つけた「どこかの旦那ですよニクライ・ドミードリチ」と彼女は言った「誰に用なんだい?」とニクライ・リュービンの腹立たしげな声が言った。 僕ですよとコンスタンチン・リョビンは明るいところへ出て行きながら言った「僕って誰だい?と」と前よりもっと腹立たしげなニコライの声がこう言った彼が何かに突っかかりながら急に立ち上がる物音が聞こえたかと思うとリョビンは目の前の戸口のところになじみの深いやや猫背の 大きな姿を認めたけれどもそのすさんだ病的な感じは彼を驚かした大きな目は怯えたような表情をしている。